長田まりは大阪府松原市出身のタレントで元モデル、元カーレーサー。現在はフリーランスで関西地方を中心に芸能活動をしている。実家では牛乳販売店を経営。大阪府立松原高等学校を卒業後に化粧品関係の会社への勤務を経てモデルに転身した。芸能界に入ってからはレースクイーンなどで活動する傍ら、 モータースポーツの国内永久ライセンスを取得。1990年代の前半にはカーレーサーとして日本各地の自動車レースに参戦した。1993年のシビック・鈴鹿レディースカップでは前線ポールツーインの完全試合を達成するという外境を成し遂げたことから第6回中島悟賞を受賞。 1994年には日本の女性レーサーとしては初めてフォーミュラ4シリーズに参戦している。1990年代の後半以降は地元の関西地方を中心にタレント活動に専念している。サンテレビの釣り情報番組ビッグフィッシングでは11年にわたってアシスタントを務めた後にレギュラーゲストとして長らく出演を継続。 2010年以降は番組で結成した女性アングラー集団、乙女会のキャプテンとしても活動している。また、モトグラフィックシリーズでアシスタントを務めたことを、皮切りに ABC ラジオの番組でも長らくアシスタントを担当。歌はおまかせ、小山のリコディスに、のこ組の一人として出演してからは、小山、桜井和江、高野朝生と共に、ビューティー4と呼ばれている。 2004年6月からは、桑原進平行きも甘いも、のアシスタントを担当。放送枠を、ABC パワフルアフタヌーンの、木曜枠へ移動してからも桑原の話術を支え続けていたが、木曜日での放送終了を機にアシスタントを退いた。プライベートでは一女の母親で、カーレーサー仲間だった6歳年下の夫は、三重県内に単身赴任中。以下の番組は、 いずれも ABC ラジオで放送、アシスタントを務めた。ありがとうございます。